本丼茶2号店さんにお邪魔しておりまして、新人発掘企画という、ね、年寄りの大食いの希望となれればと、まあ冗談ですけどと思ってます。茨城県から来ました浅野と申します。よろしくお願いします。自分よりクイズ初めて見た。4年後すごい。あ、直球じゃなかった。はい、鈴木さんに勝てる。はい、というわけで始まりました。サプライティングでございますけど、お笑い君何ですか今回ですね。はい、皆さんこう書いてみたら分かるかと思うんですが、うん、本丼茶2号店さんにお邪魔しておりまして、毎度毎度、はい、毎度お世話になってます。でですね、今回は新人発掘企画という。おお、なんですか、サマーライティング、ちょっとあれですか、新たな試みに出たんですか。そうですね、最近あの欧米の新人の方いろいろポンポンポンと出てきてるんですけど、はい、ちょっといろいろお話聞いてみたいんじゃないかと、うん、実際に会って食べてみないと分からんじゃないかと。最近で言うとさ、例えばあの、はい、リュウさんとかが特に頭角を現してるけど、それだけじゃないってこと。そうです。ほうってことは未来の大食い王がいるかもってこと。そうです、はい、はいはいはい。それで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 何するんですか。今日今回はですね、ちょっと僕もあんまよくわかんないんですけど、うん、はい、まあ、いつも通りわからないじゃないですか、量は、はい、量がいっぱい出てくるんで、はい、それをまあちょっと出てきたらリアクション取って、はい、多分やべえなと思うんでしょうけど、はい、それを食べながら感触を目指して、その今日お二人いるんで、2人いるんで、お二人とちょっと大食いトークをしながら動画を撮ってみたいなというような企画でございます。なんか結構あれで、2人に、じゃあお二方に完全にフォーカスを当てた番組内容にするぞ。そうですね、あと中風洋のちょっとお話もしたいなと思ってて。おお、もうすぐですね。そう、6月6日ですかね、に開催されて、またここ今度んちゃんで開催されるんで、はい、まあ、そこら辺のお話もしつつ、はい、はい、楽しく綺麗に優雅に食べていければなと思っております。俺の一番苦手な中風なんで大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですかね。あ、わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ルール来てないんですけれど、もうちょっとなんかトーク始まっちゃったんで、カメラの前の皆様にちょっと塩もすみサンプです。自己紹介ちょっとしていただいてよろしいですか。すみません。はい、今日お世話になる比嘉と申します。今年数えで56になります。年寄りの大食いの希望となれればと、まあ冗談ですけどと思ってます。今日はでも自分の比嘉マックスさんと一緒に食事できるのが一番の嬉しさです。よろしくお願いします。比嘉さんです。よろしくお願いします。茨城県から来ました浅野と申します。よろしくお願いします。こういった大食い系の企画に出るのは初めてなので、ちょっと緊張してます。どうぞよろしくお願いします。じゃあ本日は二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いただきます。ちょっと合わせていただいてもよろしいですか。あ、了解です。それではせーの、いただきます。よいしょ。いただきます。おいしそう。これ8キロなんですよ。いや、お二方は何キロ。7キロです。食べきれますか。大丈夫ですか。いやー、食べたことない量。無理しないでくださいね、うん、めちゃくちゃうまそう。いただきます、うん、すげえ美味しい。ドリンクどうしますか。うまい、うん、僕ウーロン茶、冷たいウーロン茶で。ウーロン茶お願いします。飲み物さんで行ったんで、はい、で、わかりました。こっちに牛乳を。牛乳なんですか。牛乳を。え、マジか。うん、牛乳大好きなんです。え、栃木の人なんですか。そう。一応マックスさんと浅野さんにもお土産を。栃木といえば。すみません。じゃあいただきます。あ、自分もいただきます。あ、じゃあ僕も後で。爽やか。オッケー。あ、お、なるほど。実際に大食いに牛乳ってどうなんですか。どうすかね、どうなんすか。好きで飲んじゃいます。好きで飲まれてるんですね。うん、新しいな。うまい、うん、あ、うまい。おいしいです。おいないさんもおいしいです。今回時間とかあるんですか、食べる時間。一応、まあ、60分を目安にさせていただこうかな。うん、はい、うん、
今僕の和食ランの時間でちょっとそんな時間だったらお伝えさせていただきます。でも我々話し振るとは多分できないと思うんで、はい、基本ケンちゃんと小川から話し振る感じでお願いします。まあちょっときつくなってきたら僕らの方がオープニングで美味しく楽しく食べるって言ってるけど、多分我々のメンタルそっちじゃないと思う。完全にバトルの メンタルですよ、多分ですけど。浅野さんもともとどれぐらい食べれる体感で言うと、時計で時計だと完全に時計ですよね。 5.5 とかギリ6いかないくらいです、はいはい、あじゃあちょっと今日キャパオーバーですよ。キャパオーバーです、オーバーですよね、はい、米団体とかって初めてです、本当に。今日のさんは？あ、米。ああ、もう、浅野さんに及ばないです。さすがやっぱ健介だな。口に入れた瞬間に話しかけるまたタイミングの読まない具合がやっぱさすがだなと思った、今。大事だよ。ちょっと待ってたのに。一生は食べたことあるけど、それ以上は食べたことないですね。一生。この一生もね、娘がご飯炊いてくれたんだけど水加減間違えちゃってもうカチカチだったんだけど、一応ね親としては美味しく食べる残りさんじゃ、ね、娘に悪いなと思って食べてます。娘さんいらっしゃるんですか？おいくつなんですか？今ね24と25。年子なんですよ。まあそれ小学校の時の話だからやっぱね。わあでも残ね食べないと。嬉しいですね。うん。これは文句ブズブズ言うまでだって食べなきゃ。女の子二人だった。あともう一人男の子。三人。うん、じゃあもう普段も三人とも。うん。え一番下の子何歳なんですか？男の子。あ一番上が男で。たぶん女の子。あ一目に多分逆。ああなるほど。まあ、でもみんな最近なってる、うん、なってすごいやっぱでございますよ。ゴッドファーザーですよ、もうもはや。あ、そうだ、その流れもあって子供たちがね、手間かかんなくなってたからで、食べたいもの食べようと思ったら、あら、周りから食べるね、食べるねって言われて、あ、食べるんだみたいな。そんな流れ、その流れもある。実は僕、一度悲願さんとお会いしてて、うん、小山に喜作さんっていうデカ盛りの定食屋さんがあるんですよ。そこでちょっと一回ね、お会いさせていただいて、うん、飯とはその点だから僕は浅野初っすね。ここが知り合いなんですね、この平野さんと、はい、あの食べ放題のお店でこう出会ったみたいな。食べ放題のお店、はい、どういう出会いなんですか？お互いケーキバイキングがの趣味なので、それつながりでもう5年とか6年とかして付き合いで、で一緒に食べに行ったりとかで、はい、そんな感じです。最初のきっかけなんですか？話す最初のきっかけはまず自分がもうお台場にあったお店で、まあ、ワゴンでケーキを運んできて、そこからこう頼むような感じバイキング、うん、で後ろのお客さんがその次のワゴンが来るの待てなくて、直接いろいろ追加で注文してて、でも自分としてはほら経験者はそんなに注文したら絶対残しちゃうのはもったいねえなーなんて思ったら、最後の最後までずーっと注文してて、何この人すげえと思って、自分より来る人初めて見た。そのバイキングで、バイキングとかそれを見せて、はい、でまあその時は声かけなくて、で今度違うお店ある日行ったら目の前に並んでる人だと、あれこの前の人だと思って、すいませんこの前あそこの店にいませんでしたかっていうのがきっかけですね。ガーッと年度さんに行ってます。あ、気づいてなかった、はい、多分ご自身で気づいてないだけで結構目立ってるパターンが多分ない。外でも結構大食いするんですか？いや、ケーキバイキングぐらいです。で、小山の方が地元だから、だから行くよ。自分より食べる、あの人やべえってなって違う店でまた会って、そう、目の前なんだあいつってなって目の前に並んでるのに、いや、これは声かけるしかないだろう。ちょっとケンちゃん、浅野さんにちょっと質問なんかお願いしてもいいですか？質問ですか？はい、浅野、実際に浅野さんと広野さん両方に行くんですけど、はい、
こちらのお店は何回も来られてる。僕は2回目です。2回目なんですね。はい、2回目でもうこの場に呼ばれてるような、そのうちの2回はどのぐらいだったんですか。今回で2回目なんですけども、前回が74キロを、はい、それは成功されてるんですか。いや、失敗しました。どのぐらいのこうトータル5キロだったんですけども、思いのほかチャーシューって難しいってことを気づいて。そうですよね。はい、時間の経過とともに、カツオ節の塊みたいな硬さになってて、はいはいはい、とてもじゃないけど食えたもんじゃないなっていう独特な表現。はい、20分も放置したら危ないですね、あれは。へぇ、チャーシュー確かにお湯では固まるとかなりの長期になりますね。噛むとか噛まないとかじゃねえっていうところまで行きますよね。わかります、わかります、痛くなります。秋山さんは何回どこに来られたんですか。あ、自分は、まあ、仕事の都合でこう通る時があって、はい、そう、その時にはお昼の時に食べて食べるみたいな感じで、その食べる時も結構チャレンジメニューとかやられたんですか。一番最初来た時がやっぱりチャレンジメニューのカレーで、はい、そう、それで来て、そしたら店長の金子さんが、今度来る時は前もって連絡くださいね、必ず連絡ください、いやいや普段からそんなチャレンジメニュー毎回食べないんだけどとか思って必ず連絡で LINE 交換しましょうって LINE で連絡だったっていう感じで、まあでも普段はあれですよ、ランチメニュー2品とかそんなもんで、でもそれも2品美味しい、美味しくて頼んじゃいます。コーディネーさん食べられました。ほんま食べてないです。なんか初めて作ったりするようなので、お店としては、あ、美味しいですか。もう玉はお稲荷さんも名物食べないよ。へぇ、ちょっとその味付けで玉も、うまっ、うん、美味しいですよね。めっちゃうまい玉の名物。うわ、これ檜山先生に食べさせて。あの人お稲荷さん大好きなのよ。お稲荷さんや巡りするぐらい。すごいっす、うん、この甘みはいいぜ。甘いのいいっすよね、スタンダード。あ、甘い、これはうまい、半端なくうまい。店長が一生懸命作ってました。めっちゃ懸命、めっちゃうまい、うん、これ絶対食べた方がいいよ。ありがたいです、美味しいです。大根さんで、お稲荷さん、うん、はい、おお。まあ、じゃあせっかくなんで、ちょっとお二人にちょっと一番あの得意食材というか聞きたいな。石川さんとお聞きしてほしいです。量食べるんだったらやっぱカレーとかになっちゃうけど、食べててはこうね、進んじゃうのが麺類ですね。やっぱりパスタもそうだし、ラーメンも、うん、パスタ食べやすいのかけらもないんだけど、パスタつまんないですか途中で。つまんない、うん、あ、確かに確かに。でも大丈夫、その時は飲んで、こうしていて、うん、そんなで、チャレンジメニューとかやったのかな。うん、いや、マイペースで食べちゃった。へぇ、なんとも感じる。浅野さんは、まあ、得意メニューというか、好きなメニュー。得意で言うと、麺類です。はい、麺、はい、はい、中華麺とか、パスタだったら、生麺、乾麺の場合だったら、カトラリーの制限がなければ得意です。なるほど。フォークだけだったけど使ってます。じゃあ箸とかというか、はい、フォークなんか変わったりするんですか。時間制限の時って言ったりすると、はい、1回作れる量とかって鍵が出ちゃって、で結構の箸じゃないと箸でガバッとするって言うんだ。はい、フォークだと1回だと結構きついんで、結構ね、もう言ってるでしょうか。フードっぽいんですよね、僕にも。マジで言ってるか。目線が違うのか、一口どんぐらい入れられるの。考える、考えないでしょ。我々考えるんだよ。我々は例の例でしょ。例えばパスタとか麺類がすごい得意だなってことなんですけど、見てみて、
多分うちはね、甘いものが意外とね、今思ったね、うん、あ、いける、うん、ケーキ類には好みで買う方が、ここに5キロぐらいの、あ、見ました、あれ食べたいですね、本当に意識3回ぐらい食べそうになって、あ、そうですか、あれ見てて美味しそうと思って食べてみたいって、はい、ね、甘いものって頭痛くなんないですか、なんないですよ、なんない、やりません、コピタのだけが違うんだろう、生クリームが得意で、で僕チョコレートが得意で、生クリーム大事、はい、多分大麦牛丼の足だと思います、うん、足、アッシュ、はい、あー、なるほどね、そっちだ、はい、男性でスイーツ得意な人初めて見た、女性ってあのロシアンとかさ、庄司さんとか名前系得意だけど頭痛くならないですね、いや、もう60分ぐらいアホになってるけどまだ20分しか経ってないですよ決勝ももう50分目ぐらいまで来た、どこからで、どこからですか、お二人はまだ全然大丈夫、そうなんですね、まだマイペースに食べない、おいしいって、僕はおいしいって、はい、なんで白米で牛乳ってやっぱやばいですね、ストロングスタイルですね、いやもうやってること赤坂さんと変わんないですよ本当にごめん、ごめん、あの人面白いって、お二人はちょっとキャパ的に宇宙宮洋の出場が難しいんですよね。うんうんうん。出たいですね。宇宙宮洋。ダメだ。宇宙宮洋ダメだ。食べれるじゃん。宇宙宮洋ちょっと難しいんですけど、あのリミットが固形3キロっていう自己申告制になってるんで、3キロまでなんですよ。固形3キロです。細かな内容も中継を決まってきた、はい、決まりました、固形3キロでやるんですけど、一応6月2日で募集かけさせてもらって、今一応22名前後のエントリーがあって、うん、がもう人数が多かったら今回予選になります、うん、予選は多分6人とかに分けて4試合ぐらいやらせていただいて、上位2名ずつ上がっていくんで8人ぐらいが準決勝に行けるんじゃないかなっていうようなイメージです。どうやってやるの？一応、まあ、3キロリミットなんで1部6人だった場合は、うん、6人ここのテーブル2つずつに分かれてもらって3箇所で用意どんで、1皿 300g、まあ、ちょっと食べ物は言えないんですけど 300g のやつを先に10皿食べた人から抜けていくイメージです。勝ち抜けですを4ブロックでやる感じですかね。だからまあ3キロとはいえどもちょっとスピード先に食べ終わらなきゃいけないっていうすみません、しすぎよ、興奮して。すみません、あの、日川さんの大事な。ん？レモン牛乳。レモン牛乳、はい、はい、すみません。はい。っていうようなレギュレーションは決まってます。なるほど。はい。食材とかも決まってるんですか？まあ、ほとんど決まってます。でも、まあ、でも誰がどれやったらか分かんないんで、言ってもいいのかなと思うんですけど、一応一つがカレーです。1ブロックカレー。米物ね。米物です。で、ただまあ、飲みやすいカレーではあると思うんですけど、ちょっとトッピングつくと思うんで、まあ、そこも踏まえて。ところとで2つ目がつけ麺、つけ麺ですね、麺だけで 具だけで3キロになる予定です。3つ目がお弁当です、うん、でさすがにあの中食いとはいえ22名集まると食材の準備って大変なんで、お弁当は裏で作れるようにお弁当10段ってことかなのお弁当だ。お弁当結構ヘビーな気するんで、相当レベルが違うね。違うんですね。誰がどこにとか希望なのとか抽選？全部抽選です。わ。全抽選です。で食材も抽選で行ってもらいました。それも踏まえてなんかちょっと楽しいし、でも実力が全く見えないで。はい。ありがとうございます。僕ですか？ありがとうございます。ちょうどキーパー食べ終わったところですか？ありがとうございます。これぐらいの量がちょうどいいですよねっておっしゃってくださって、うわめちゃめちゃ大人と思ってたんですけどその気持ち返してもらってこれ何魔王です。これ1キロぐらいありますよ。ありますありがとうございます。いただきます。すがすがしいぐらいありますでもほんでほんで、そうなんでこれ、ま、中部用麻婆丼なさそうですね。あいいね、うん、うん、いいね。で、まあそんな感じで勝ち抜くイメージですよ。うーん、麻婆丼もいいっすよね。麻婆丼もいいっすね。はい、食べやすい。食べやすい。
いただきます。やっぱりこう、お三方見てると白のニギリの減りが早いんで、そう順番です。自分は二人が最初おにぎり食べてると、あ、こっちからいかないとまずいかなって思ってこっち切り替えてる感じ。お、でももう残すとこ1、3っすね。何個あるの？おにぎりは3kg だ。3kg ですよ。マックスさんだけ4kg ですよ。あ、おにぎりだけで。おにぎりだけ。マックスさんが4kg で、お二人が3kg、3kg です。ごめんなさい。おにぎり食べたいな。ごめんな。足んないな。今2升炊いてるんで。今ちょうど2升炊いてるんで。あとはもう疲れて。そうですよね。はい。ここから師匠腕の見せ所ですよ。名前が。これ。腕がきつく、あ、じゃあ顎がきつくなってきたからどうするんですか。顎がきつくなってきたらどうするんですか。こういう時は僕でいいまずもか、うん、大事ね。今でも前か前はできない。ハマった小さくない、大きく疲れるから。動かないとここで迷うね。勉強になる。巻いてきますよ。今日こういう方向性でいくめちゃめちゃ面白かった。じゃあ、おにぎり食べ終わったところからが開始だっけ。どうする。どうですか。あ、僕らですか。絶対ですか。あ、でいいですよ。チーズきますよ。マックスは全部。あ、そうか。大丈夫、俺が全部食べた。あげねえよ。あげないっすよね。あげないっすよね。うまいうまい。一緒に食べたいのある。結構いい感じです。今日でもかき氷チャレンジやってみれば。ああ。例えば。キャパ開けといて。やってみますか。どう。うん。結構面白い。まあ剣いけそうな気がするなんか。面白いと思う。でこれ賞金じゃないですよね。じゃあ成功したら俺が賞金出したいです。おぉ、だって今金欠だったから。超金欠だって言ってたんで。やった方がいいってお金出してる。いやいやいや、成功するじゃないですか、中杯なんて。いやで、これ冷たさも勝負するキャパじゃなくて。そうですね、あの重さ自体は500ぐらいしかないですよ。重さ自体は500ある。冷たいんで。シロップかけ放題なんですか。かけ放題です。うわ、で飲むだけだよ。そうですね、飲むだけだったらいっちゃいそうじゃないけ。いけそう。はい、これこれ追いないですよ、1kg。 1kg です。最初に使ってやったらね。いやいやいや、松山さん全然いいと思う。得意なのでいただきたい。お、お二人とも箸がまた。フードファイターの方って見てみてると、だって煮込みじゃないか、あれって効果ありますよ。あの食べ物が流れるし、ニンニクが通る。うん、でちょっと鍛えます。ただただ言ってやるよ。言ってください。すごい。まあ、ちゃんと教えて。
ったんだね。そう、腰をこうひねればいいのかと思う。行ってこなくて、向こうの井上現状が右が左から右に行こう、右に行こう、おすすめのがこれ割と外国のフォルト入ってるけど、こういうもんやおあ、ありがとうございます。塩ですね、塩です。どうですか、なんかいけそうですか。あ、ちょっと時間さえもらえば噛む力がもうね、全然全然もうシルバーですから、もういい、無理しないでください。 ありがとうございます。でまあ、70分80分ぐらいやって、まあ、お三方全員共通しておにぎりの方は食べましたと。で、まあ、他の豚汁だったり、まあ、おかずとお姉さんとか食べて、まあ、皆さん1人が4キロはいったぐらいなんですかね。小さな5キロぐらいって。じゃあそれぞれ感想を聞かせてもらえればと思います。ピヨンさんからよろしいですか。いや、今日はマイペースにやってましたけど、この中はものすごい走り出てとても楽しかったです。本当ありがとうございました。なかなかフードファイトというか大食い系の企画はやらないんですけど、こういったの貴重な場に呼んでいただいてありがとうございます。すごく惜しかったです。本当にお二方ありがとうございました。いいえ。今日分かったのは基礎系の方たちではないっていうのがまず分かったのと、甘いものがすごい得意なお二方っていうのが分かったので、ちょっとこれを機になんかちょっと侍の仲良く伝えたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。こんな感じでございましょうか。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと食べきれない分、もしお腹減っている方いらっしゃったら食べたいで、残りはお持ち帰りさせていきます。いいですか。はい。じゃあここからは私ディレクターマックス鈴木が回させていただきますので、はい、フロア鈴木とし頑張りますので、よろしくお願いします。ということでサムライティングの、スピンオフ企画、ディレクター健介お小遣いゲット大作戦ということで、最近ちょっと金欠気味の健介君に救済企画ということでですね、なんとこちら、トントンジャン2号店さんではですね、チャレンジメニューのかき氷制限時間3分というのがございます。はい、そこそこ大きい、器に入ったかき氷を制限時間3分以内に食べきることができればですね、なんとお代無料です。おしかもね、ミニカップのアイスプレゼントってなってる。で、これルールの説明、スタート前でシロップをかける、シロップのおかわり禁止、チャレンジはドリンクも禁止と、かなり、きつめな内容になってるんですけども、サイズとしては通常の2倍と、これチャレンジ失敗に成果かかるんですけど、今回それだけではあまりに面白くないからないということで、はい、こちらチャンネルのプロデューサー小川優馬がですね、特別にあなたに個人的に勝ったら
成功したら賞金を出すと、はい、いうことなんですよ。でただいくらいくらって言ったって現実味ないと思うんで、今これ直接ここにお金出してもらいます、彼の財布から。で、こうやってポイってこう、あの、なんでかっていうと、馬ってここ人参つけると走るでしょ。それと同じ、やっぱ目の前にやったら意地でも行こうと思うんですよ。画角に映らないところにしてきますね、リアルなんで。わかりました。あ、これ行く。さあ、ケンスケ君、皆さん見守って、見守っておりますので、ご自身の好きなタイミングで、ね、お願いします。じゃあ押してやるんで、これ持っていいですよ、ちょっと開けて。それではここからは、はい、こちらトモちゃん2号店さんの店長さんのパンチ金子さんによるコールで、はい、ことを進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、それは準備はよろしいですか、健介さん。はい、 OK ですね。大丈夫です。制限時間は3分。はい、最後は口を開けて中内容を確認させてください。はい、はい、あとはくれぐれもジュースにはしないでください。はい、はい、それではかき氷制限時間3分。それではいきます。3、2、スタート。頑張って。あれですね、あれでよろしくお願いします。おめえ、30秒経過、残り2分半。行きます、おめえ、気をつけ。もういけんじゃない。白くもうちょっと、味を変える、味を変える、余裕置いてますね。余裕しております。あ、これがもらえるっすね。そうですね、これがもらえます。お、行ってください。これ、オーバープロデューサーからの、はい、じゃ成功よと失敗よ。さあ、残り2分。全然いきますよ、全然いきます。残り2分、いけよ。頭痛くないかな。いけよ。ある程度の本社はいつもしょうがないんで、はい、ある程度、ある程度は OK です。来た、急に来た、急に来た。そこを押さえて、頭じゃないですよ、頭じゃないよ、冷えて、食道が。さあ、ケンスケ、ちょうどマセンドさんにケンスケという頭をもらってから3年。3年、ちょうどさ、めちゃめちゃ爆笑してましたもんね。爆笑しました。そのタイミングで言うかってぐらいのタイミングで言ってましたよね。もう残り1分はありません、気をつけ。あ、口出して減らしてるのか。いけいけ。1分15秒あるぞ、これが。いけるのか、いけるのか、気をつけ。1分5秒。これギリギリいけそう、はい、1分、残り時間1分。ペース落ちなければ1分、これペース落ちなければいけるぞ。おっと、かき氷がキャリーパミパミみたいな色になっております。頑張れ、ケンスケ。食べきれるな、夢かわいいです。頑張れ頑張れ頑張れ。45秒前。いけるぞ、ケンスケ、意地を見せるんだ。ほら、18のディレクター、ケンスケ、残り時間30秒。希望にきついのか、冷えが落ちてきております。20秒前からコールします。10秒前、9、8、7、6、5秒前4、3、2、1。うん、終了。ナイスファイト。あと1分あるだけだね。マコさん、欲しいからの日本語ぜひ同じ色つけます。やっちゃうよ、はい、ぜひやっちゃうよ。かっこいい。 OK です、お願いします。いいですか。はい、はい、僕のスタッフのリベンジです。ラフィーチ。すいません、制限時間3分です。
張って記録を出してください。それではいきます。3、2、1、スタート。はい。あ、これはやばそうだ。いきます、いきます、早速いきますよ。これはやばい。時間予定2分、あと2分20秒です。ケンスケより感じないぞ。20秒です。悲惨な尺もう一回いるの。10秒前。5、4、3、2、1。おじさん、何でやったんすか。いや、もっと全然いけると思ったんですけど、速攻で頭痛くなりました。気合わせで。プレミアチャレンジとか成功率高いっすね。2本でした。2本です、意外。やりましょう、プレミア。まだケンスケの可能性ありますよ、プレミア。あと痛くならないでしょ。頭は大丈夫。木下さんが、あ、でも、ちゃんとここに来ますよ。いや、僕から前とかこの。プレミアは初期に出るんですか。プレミアは出ないっすよ。無料なんですよ。あ、そうか。無料なんですよ。プレミア何個車に2本どうする。また賞金出すんで。泣きのもう一回ですか。いやいや、やりたかったじゃん。やりますか。もうじゃあこれはもう小川優馬にディレクション頼んで、俺これ食いながら見てるわ。これはお前チャレンジ失敗したら結局これ3200円払う。はい、じゃあケンスケさん、はい、はい、プレミアチャレンジですね。2本を1分以内に食べ切ってください。はい、これも食べ終わったら口を開けて、あ、お願いします。はい、合わせてください。はい、それではいきます。ケンスケさん、いっちゃって、3、2、1、スタート。待って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 、お、早い早い、全然まだまだ10秒経ってないよ。いきますよ、飲んで。お、早い早い、いきます。早い、飲んでください。噛んでないです。はい、飲んでください。40秒。いや、いきます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 、飲んでください、飲んでください。地にあるおチョコみたいな、この持ったら全部飲まなきゃみたいな感じ、怖いマジで。ママ食ってるぜ、あの人。
ニューヨーク。画面には伝えがないですね。まだ当たりになっちゃったね。OK! いいですか。はい、流れ玉2発目ですね。それではマックス様、プレミア2本、1分チャレンジですね。それでは行っちゃってください。3、2、1、スタート。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この評価を楽しい、この動画を楽しいと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。はい、OK です。急に違いましたね。YouTuber っぽく違いました。